私中野信子と東京 FM アナウンサー手嶋千尋でお送りしています。世界には歌詞があふれている。ここからの時間は今月のマンスリーアーティスト、シンガーソングライターのキャラバンさんと一緒にお送りします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。さあ今週は世の中にあふれる言葉を歌詞にして、キャラバンさんにメロディーをつけていただく回です。来ちゃいましたね。来ちゃいました。はい、これね、もうこれ前回同様にキャラバンさんには事前に番組側からお渡しした歌詞候補の中から選んでいただいたんですが、はい、たくさんの候補を送っていただいて、で片っ端から目を通させていただいて、はい、ちょっと心が折れそうになりましたけど、でもこれを選ぶとは中野さんもこれは台本みたいな、これを選ぶとは思いましたが、はい、どこが刺さったんですか。これはですね、どこが刺さったかな、なんか他の、はい、僕単純に知らないストーリーだったので、あそうなんだっていうところでちょっと興味を持って、そういう考え方もあるんだなっていう、シンプルにその辺からじゃあ曲でもつけてみるかってなかなかならないですけど、そうなりましたね。はい、ちょっとねご紹介したいと思います。はい、誰か特定の方の言葉というわけではなく、ネット上でまことしやかに言われている都市伝説のようなエピソードです。理系男子が結婚するとき人気の入籍日があるらしい。それは3月14日。理由は円周率3.14159265359、愛は永遠に続くという意味らしい。中野さん、これね、台本を見た時に吹き出しましたね。私はこれはやっぱり心当たりありますか。いや、あります、あります。でね、これはね愛は永遠に続くっていうところは多分ね付け足しじゃないかと思うんですけど。そうなんですね。理系男子というのはどういう人たちかというと、私も理系だったものですから、はい、大体はですね、私の時代はですよ、男子校で名門校の人が、東京大学の理系には来るんですよ、はい、で東大生になりさえすればモテるんじゃないかってちょっとね期待して入ってくるんですよ。なるほど。でもね、もうね、それもうね、そういうところから間違ってるんですよ。なぜかというと大学の理系なんて女の子そんないないんですよね。で私の頃は化学でも 10% いるかどうか、まあ、50人中5人とか、ね、物理とか言っちゃうともう200人いて1人もいないみたいな感じだったんですよね。でそういうところにいてモテるわけないんだよね。でそういうねところで男の子はどうなっていくかっていうと、もうポテンシャルはねみんなすごく素敵なんですよ。素敵なんだけどなんだけどホワイトデーとかいう言葉にちょっと過敏に反応して、なんか女の子は俺たちから搾取しようとしてるみたいな感じにだんだんなっていって、なるほど、ちょっと被害妄想みたいになってきちゃう。なんか俺たちは虐げられてるみたいな感じになっていって、3.14 は別にホワイトデーなんかではなくて、あれは商業的なものだから、そもそも円周率の日じゃないかっていうことで、なるほどね、普遍的な数学っていうものにちょっとこう心のね救いを求めようとするっていう。そうかそうか、それでじゃあ入籍日に3月14日、ホワイトデーではないよと、円周率だと、そう、僕たちの愛は普遍っていうのかそっちなのか、それともこうね、世界に人間がいなくても存在する円周率というものの日なんだと、そういうねちょっとルサンチマン満開の、多分ごめんなさい、いやでも非常にちょっと今イメージが湧きましたね。湧きました。なるほどと今すごく腑に落ちましたね。はい、ちょっとまだ女の子に慣れていないこう学生さんたちの頃の男の子のちょっと青い感じを、いやいいですね、ちょっとほろ苦いというか、そうですね、甘酸っぱい感じが、甘酸っぱいな。へえ。さあそれでは、はい、キャラバンさんにその今ちょっと腑に落ちたみたいなところもありながら、はい、今ちょっとスタジオで準備していただいておりますが、演奏そして歌声をご披露いただきます。はい、まあ、準備いただいていますが、はい、大丈夫です、はい、それでは曲のタイトルどうしましょうか。その前にもう 3.14 で、あ 3.14、はい、3.14、
さあそれでは準備はよろしいでしょうか。はい、お手柔らかに。はい、それでは聞いていただきましょう。作詞は理系男子の皆さん、歌詞のアレンジと作曲はキャラバンさん、タイトルは 3.14。 はい、じゃあ皆さんを代表して歌いたいと思います。理系の男子が結婚するとき人気の入籍日があるらしい。それは3月14日。理由は円周率 3.141592653599。 愛は永遠続くという意味らしい。愛は永遠に続くという意味らしい。ね、ちょっとカントリーな感じで、うん、みんなに聞かせたみたい、みんな聞いてるか理系男子のみんな。そうですね、はい、ちょっとクスって笑ったシーンもあったじゃないですか、やっぱりこうなんか今なんかこの歌詞を一生懸命歌ってる自分をちょっとこの辺から見てしまってちょっと一瞬我に返っちゃいました、はい、可愛いんだよ理系男子っていうのは、ね、そう、やっぱ実際に3月14日に入籍する方多いんですか。どうなんですかね、ちょっと統計取ってるわけではないから何とも言えないですけど、確かにこだわりはあるでしょうね。なるほどね。でも離婚率低いのかなっていうと、愛は永遠に続くと言いながら、結構あの理系の男子っていうのは感情よりも、あの理論を優先しちゃうので、はい、うまくいくのかな、どうなのかなっていうのもちょっと思ったりしますよね。女性の感情で当たるのに対して、いや、というか、なんだろう、自分の感情も論理で押していくみたいな、あ、なるほど、感じがありそうかな。逆、そうか、大変ですね、非常にこう苦しい瞬間いっぱいあるでしょうね、ね、でもそれを苦しいと認めないみたいな、そう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 、あの理論でこうロジックで、きっとこうなんだっていうねそうそうそう、回答を導き出しちゃうっていうまあいいかってならない感じがあるのかもしれないですね。まあいいかと受け止めてくれる女の人が見つかるといいですね今回のメロディーをつけるときに一番苦労されたところ、ポイントだったな、聞きどころとか、どういうところですか。なんだろうな、あの数字をひたすら歌うっていうのもね、なかなか普段はないことなんで、 3.141592 っていうのをこうメロディーにするっていうのは意外とやってみたら面白かったですね。うん、なんかね、キャラバンさん割とこうスペーシーなものとかに興味がありそうかなっていう、うんうん、惑星って曲作ったりされてて、うん、まあね、アルバムの中にも割とその夜間飛行とか、はいはい、宇宙をイメージさせるものを、うん、たくさん散りばめてると思うんですけど、はい、もともと多分数学の世界そんな嫌いじゃないんだと思うんですよね、うん、そんな気はしてるんです、うん、僕も、うん、なんかそれでちょっと気になったのかなっていう、うん、あ、なるほど、うん、そうかもしれないですね、うん、なんかこう学問って多分昔はちょっとこう、うん、シャーマニックというか、なんか例えば宇宙の謎を解明するためにじゃあ天文学だったり、ね、なんかその数学だったりっていうので、うん、なんか人間が分からないものを分かりたくて、うんうんうん、別にお勉強としてあったわけじゃなくて、なるほどな、何かを解き明かすためのそれも旅なんだ、一つのツールだったんじゃないかなって、うん、だからそこは数学とかいろいろ僕からしたら全く縁のない世界ですけど、いやでもなんかもともとはといえばなんかそういうところなのかなっていう気もして、うん、なるほどな、なんかいやいやって言ったのは、あの音楽と数学って無縁ではやっぱりないので、うん、そうですね、確かに言われてみたら、うん、なんかギターのその弦の押さえ方だって、うん、あの数学じゃないですか。そうなんですね、この5度とか7度とか、うん、その周波数とか、うんうん、これも結局
そうですよね、数字ですもんね、うん、全部そうそうそう、うん、3万年ぐらい前だったかな、あの動物の骨に穴を開けて、うん、笛にして使ってたっていう化石っていうのが出てくるんですけど、正確に穴を開けないと音楽にならないじゃないですか、うん、そうですね、うん、要するに3万年ぐらい前の我々の先祖たちはそう数と音を同じものとして扱ってるんですよね、うん、そもそも、うん、なんか音楽をやる人たちっていうのは当時もいたと思うんですけど、はい、きっとその数の秘密を知ってたんじゃないのかな、うん、ねえ、なんかその辺は、うん、例えば民族音楽とかも国によってこの音階が、うん、まあ、ドレミファソラシドの価値観は一緒なんですけど、うんうん、そのじゃあサンドを飛ばすとか、こう音階って例えば沖縄っぽいねとか、うん、アラビックだねとか、そう印象ってあるじゃないですか、うん、独特のメロディーみたいな、うん、どうしてもその国っぽくなっちゃう音階ってあって、うん、なんかそういうのってなんかその土地で生まれてそこに根付いた理由みたいなのって何かしらあるんだろうなと思って、うんうん、そういうのはすごく、もしかしたらやっぱりその数学的なことだったり、その宇宙的なことだったり、うん、いろんなものをいろんなものがこう複合されてそれになってんだろうなっていう気はしますよね。確かに、うん、なんかこうやっぱりプロのミュージシャンの人はそういうのを自然に使うんだなっていうのを今回やっぱりまた改めて感じてしまいましたね。そうですか、うん、面白い、面白いね、面白いです、ありがとうございます。なんか2人のこうやり取りもすごくこう、あ、分かるみたいな過去感もねすごく多かったような気がしますね。はい、あの今後の創作活動にこういうね数字に、うん、メロディーをつけるとかいやでも本当にね、そのセオリーっていうか決まりルールはないんで、別に全然そういうのも面白いですしね、うん、っていう感じはしました。はい、また今度宇宙の話を歌にするときに数字が出てきたら、そうですね、私たちのちょっとエッセンスが反映されてるねって個人的に思うことにします。そうします。本当にね2曲とも素晴らしい、しかった、はい、曲でありがとうございました。ありがとうございました。そしてアルバムライブ情報です。オリジナルフルアルバム1974がストリーミングリリースされています。1974の CD は10月9日月曜日、日比谷野外大音楽堂で行われるライブで販売がスタートです。ラーバンさん、もう今週で最後という、はい、寂しいですね、毎回寂しいんだけど、まあ、また宇宙の話をしたい。いや楽しかったです、本当にありがとうございました。はい、うん、また最後締めくくりの1曲を、はい、キャラバンさんの曲でと思いますけれども、はい、何にしましょうか。そうですね、じゃあ、またこれニューアルバム1974の中から、はい、タイムレスドリーマーという曲を聴いてください。また素敵な感じですね、これもタイムレスドリーマー、はい、そうですね、これも言葉で説明するのは難しいんですけど、うんうん、なんかイメージとしてこうタイムレスドリーマー、それはこう僕だけじゃなく誰もがそうあったらいいなという歌なんですけど、まあ聴いてもらえたらと思います。はい、はい、それでは曲紹介をお願いします。はい、じゃあキャラバンでタイムレスドリーマー、キャラバンさん1ヶ月間素敵な曲とお話をありがとうございました。ありがとうございました。